細胞の老廃物の下水道とも比喩されるリンパ系ですが、免疫、微小環境、がんの転移にも関わる一言では尽くせない役割を担っています。赤い血液が流れている血管と比較して、無色に近いリンパ液が流れるリンパ管は、生体での検出が難しく、歴史上さまざまな努力がなされています。見えない末梢リンパ管を病出するためには、リンパ管に入りやすい色素を利用して、その分布を可視化します。 現在ではマウスでは牧獣、人においてはインドシニアングリーンという蛍光造影剤がよく用いられています。また、リンパ管と血管は発現する分子が似ており、リンパ管マーカーの発見は血管と比べ遅れを取りました。1990年代後半に見つかった VEGFR3 に続き、ライブ1、ポドプラニン、ブロックス1などが最近同定されてきました。リンパ研究の発展は、 マーカー分子とその機能の解明に直接的な影響を受けてきました実験医学2月号ではご紹介したような内容だけでなくマーカー分子の詳細な機能、リンパ管心性を標的とした抗がん治療の成果など最新のリンパ学を広くご案内していますぜひご一読ください